どうもこんにちは、綿貫です。現在新横浜駅に来てます。で今日これからやるのがね、新幹線にただ新大阪まで乗るってだけなんですけど、まあ、今回自由席に乗るんですね。まあ自由席のね、乗車券特急券の切符を今買ったんですけども、今日が8月9日で、まあ、お盆休みのちょっと前、ピークではないけれども多分かなり混んでるんじゃないかなって時期なんで、自由席に座るのは絶望的かなっていう状況なんですけども、ただこういう混む時期にはね、のぞみ号がなんと3分間隔で出る時間帯っていうのがあって、これから僕が乗ろうとしてるのが11時12分発ののぞみっていうのがあるんですね。それに乗ると前が11時9分発なんで3分後で、なんかこれならね、新横浜から自由席の座るのものぞみがあるみたいな情報みたいな、実際こういう混む時期ののぞみの自由席どうなってるかって、あんまり資料ってなってるね、動画とかもないんで、それで ね試しに乗ってみようかなと思います。ちなみにこう窓口はやっぱりね、ものすごい混雑 であんま知られてないけど、このEX 切符受け取りって書いてある機械、これ券売機なんで、まあ、これでちょっと指定席がどんくらい空いてるか見てみて、11時台か、そう11時、この時間帯やばい、6分9分12分3分ごとに来るんで、3分ごと最後の12分っていうのはどんな状況か、これ700系ですね。この辺か、あー、まあまあまあ、ただこれだとまだ2、30分あるからまだ混みそうだな。喫煙だとどう開いてんのかな。まもなく4番線に10時52分発、あ、喫煙空いてんな。もうむしろここに乗りたいわ俺。9号新大阪行きが到着いたします。電車は前からいいなあ、えてここに変更しようかなっていう状況なんですけど、まあ自由席のね、空き状況を確かめたいんでね、しょうがないですね、自由席に乗りますよ。さあ表示されましたね、のぞみが4連続で59分、6分、9分、12分、すごいな、この6、9、12の3分間隔ゾーンはどんな風になってるのかっていうのをね、ちょっとね、今からホームに行って、これらの新幹線自由席の様子がどんな感じかね、見ながら最後の12分に乗っていきます。でね、自由席2号車が空いてる説があるけど、私が思うに1号車が一番空いてるんですね。席は少ないんですけど、やっぱもう席があったらどんどん3に行って3号車2号車って順番にね、席見つけるとこから埋まっていくんで、1号車が結局空いてるんですよ。とりあえず私1号車の後ろ寄りのドアのところで待機して、ちょっと様子を見てみます。4番線か。さあ自由席のね、この1号車付近まで来てみましたけど、待ってる人ほとんどいない状況ですね。もしかしたらね、新横浜から乗る人はもう自由席は無理だから諦めて指定席を取る方針なのかもしれないですね。ちょっとこれはね、いけそうだな。じゃあまずは最初の10時59分、これは確か前の列車と10分ぐらいのぞみとしてはね、間隔空いてる。多分これは混んでるでしょ、自由席1号車。あ、でもこれでも3人掛けの3列の窓側全然座れますね。あー、そうか、これだったらちょっと余裕そうだな。あー、よかったよかった。それでこれなら、これに乗りたいけど、でも4本目までね、俺は待たなくちゃいけないです。さあ、ではこれから11時6分発ののぞみが来ます。これは前と7分空いてる状態なので、これも自由席どんくらいかは分からないですね。しかも新大阪、新大阪、広島、新大阪という博多行きが全然来ないという、なかなかのね、この順番ですね。それでさあ、新幹線ラッシュアワー3分間隔ゾーン第1弾、どうだどうだ。これが混んでたらね、また分かんなくなってくるからな。あ、やっぱさっきより空いてるな。2列席の窓側、E 席も全然自由席で座れる状態です。これは期待できるぞ。さあ、じゃあやってきますね。次は広島駅3分間隔ゾーン第2弾。ただこれは数少ない、なんだろう、ここのところ大阪行きばっかりだったから、大阪より先に行く人でちょっと混んでるかもしれないけど、まあ多分自由席空いてるでしょう、この感じだと。広島まで行く人はなかなか自由席で行かないでしょう。まあ予想通りやっぱそうですね、見えますでしょうかね、全然窓側が2列も3列も座れる状況です。じゃあそしたら本番のね、この11時12分発ののぞみ327新大阪駅自由席700系、これがね一番空いてるはずなんだけど、どうだろうな。やっぱ自由席って分かんないから怖いっすね。新横浜だとね、座るのは至難の業と言われてますからね。ついにね、入線してきますね。3分間隔ゾーン、第3弾。
系の方がね好きですよ。さあ近況の一戦ですね。あめっちゃガラガラじゃん。いやむしろなんかいやいや乗ってなさすぎでしょこれ。で1号車何2人3人3人ぐらいしか乗ってない。これは予想外だな。でいいっすねこの表示で。1号車乗客4名です。これならなんか乗客誰がどこまでとか数えられそうなんで、あと名古屋と京都もね見ていきましょう。いやでも新横浜の時点でこう1両に4人はさすがに予想以上のガラガラだったな。これはやっぱぜひ皆さんね狙って乗るべきですね。700系だとねたまにこう一番前と後ろの席にコンセントがあるんですね、1個だけついて、まあ、数少ないこの3列あるけど1個しかないんで、ね、1両にここと、まあ、向こう側と反対側の、前方の方で1両に4個しかないコンセント取り合い確実ですね、まあ、多分電池は持つので自分は使わないです。松坂方面、キー勝浦行きは12時58分、12番線から発車いたします。さあ、名古屋にね、着くんですけど、数少ない4人いた乗客のうち、あら、あ、みんな降りちゃう、もしかして。そこの人も降りて、2列前にいた人も降りて、前の2人も降りて、あ、これもしかして、マジであの全員降りちゃいますね、これ。ただまあここからね何人乗ってくるかですね、まあ、ちょっとは乗ってくれるのかな、どうだ、1号車は分かんないな。でもさすがに何人か乗ってくるか。一応1人待ってる人はいるか、2人、4人降りて2人乗るぐらいかな。これは一時的に誰も乗ってないか、名古屋で5人乗ってきた状態なので、まあ、トータルとして1人増えた状態で名古屋を発車します。京都では2人降りるっぽいですね。あとは何人乗ってくるかですけど、まあ、京都新大阪間を乗る人がどんくらいいるかってとこですね。やっぱりさすがに京都からは誰も乗ってきませんでしたので、最後京都新大阪間は1号車は3名という状態で出発しました。気配がしないですよね。もうこの車両がね最大でも乗客5人っていうね状態でしたから、いやこんな望みは本当あるんですね。新大阪行きの700系のぞみがの旅がここで終わりますね。こんな感じか。とりあえず3分間隔ののぞみに結構混んでそうな繁忙期に乗ってみると、1両に5人ぐらいしか乗ってないということが分かります。本当にお盆のピークのね11日とか12日の下りとかはさすがに無理だとは思いますけれども、ただかなり空いてるってことが分かりましたので、指定席が取れなかった場合も自由席で、この列車にチャレンジするのもありだとは思います。ではね、この動画は以上となりますので、次の動画もよろしくお願いします。